では次の質問に移りたいと思います。はい、自己 PR をお願いします。はい、私の自己 PR は影響力と、人を動かす力だと思います。なぜかというと、アップデートユースというイベントを行った時に、私が運営側として広報を担当しました。その時に SNS での広報と友人への紹介でという2つの広報の仕方をしました。その時に SNS で興味のないイベント自体に興味のない人だったり、あまりやりたいことが見つからないという人にどうやったら来てもらえるかというふうに考えた時に、自分も最初は興味がなかった人間だという方にそれを共有して実際にそこから自分もこういう学びを得たというものを共有して興味を引いてもらおうと思いました。そして友人の紹介の方は、やっぱり友人は話を聞いてくれるので、やっぱり僕がこういうことをしてるとすごいねとか、そういうことを言ってもらえて、そしてまた友人から友人に伝わるという方法もあったので、そこからたくさん人を200人程度集めることができました。そしてそのアップデートユースのイベント内で、次に僕がイベントをやりますという広報をした時にも、その次のイベントで足を運んでくださったので、持続をしているんだなというふうに思ったので、自己 PR は、影響力と人を動かす力だと思いました。はい、ありがとうございます。